若者は僕をつくづく眺めて、どうして99までこんな立派な体だろうとお手本のように見る。お久しぶりです。そうか、待ってしまえ。このところ年齢についていきなり貴重品扱い。いや、これ90過ぎてから雲と霞を食って生きていると答えておこう。邪魔じゃないですか。ほんま邪魔ですよ。邪魔なんだ。うん、だってコロナが邪魔なんだよ。邪魔なやつやってるのは邪魔なやつ正常だ。忙しい。やっぱり窮屈だね。少し前まで俺は不滅だと思い込んでいた。ここはやっぱり人の巷だからな。しょうがないね。お宮山さんでも怖いって思ったりするんですね。もういつも怖がってるよ。怖がってるからこの年まで生きてきたんじゃない。ただ書いていた。やたら書き殴っていた。道路いっぱいチョークでどこまでも広がる埃だらけ、凸凹の画面。そのまま描き続けて、いつの間にか100年経った。そう言い切れるのは、それから今に至るまで、よほど恵まれた境涯を過ごせたということだろう。いつ頃から絵描きになろうなと思いましたかと。そんな時期がないんですよね。最初からもうそれ以外のことは考えられなかった。生まれた時からです。物心ついた時からです。